弦が言えた試しじゃないんですけど、みんなちょっ と後頭部なんか頭頂部あ刺さってる本当だ。えなんかいつの間にかめっちゃ刺さってました。刺さってました。ロラス。そういういつの間にか奇遇です。ゲンロラスよ。ゲンロラ。あーインポスター引き当たった。めっちゃ左めっちゃ偏ってる。ゲンさん見ましたっていう僕全員刀刺してる人のこと。よーし、はい、アーベリンさんだ、ね、素晴らしい、ありがとうございます。ズロ、まあ、いやアドミン見ててみんな大丈夫だと思ったから押したんですよ。アドミン見てみんな大丈夫って思えるのもすごいけどな。みんな固まってたってことですか。まあエレクトリカルが4ぐらいいて、なんかウェポンも移動したりしてたんで大丈夫かなって感じ。ゲンです。ゲンが言えた試しじゃないんですけど、みんなちょっ と後頭部なんか頭頂部あ刺さってる本当だ。えなんかいつの間にかめっちゃ刺さってました。刺さってました。ロラスそういういつの間にか奇遇です。ゲンロラスよ。ゲンロラ偽物多分いるから4人確定で。確かにあれでしょ。じゃあこのゲンって書いてる人が一番偽物なんじゃないですか。確かにオリジナルが名乗ってんじゃねえぞ。ゲンを俺たちのゲンを返せ。私を産んだミュウツーみたいな。クローンエレクトリカルで頭刺さった人が2人ぐらい同時に入ってきてえ誰みたいな。オリジナルが怖い怖い怖い。オリジナルが怖い怖い。オリジナルが2ロが入れてますね。2ロが入れてます。スーパーチャットありがとうございます。後でお礼させていただきます。ということで10万人いきましたんでね、ありがとうございます。本当ね皆さん応援オレンジ黄緑白茶。あ、漫画面白いね。いいですね。やば、この人、マジで。この人、この人やばくないやっぱ。緊急事態ってわかりますかね、この人ね。ちょっと。最高。セキュリティの、多分モニターの前でアベレージさんが亡くなってました。で、うわ、そんなところすごいところで、はい、で、エレクトリカルの上から誰もいなかったのに、上からピカクロスさんが来たので、ピカクロスさんが出てる。いや、クロノさんが出てきてるとこ見てるな、俺。上から。ピカクロスさんが上です。あ、じゃあ、黒川ピカクロスローラーでいいよ。嫌です。いいです。いいですよ。嫌です。まあ、セキュリティのベントが動いたのが見えて、ボタンを押しに行こうと思って、下行ったら上からピカさんが来たので、間違いないです。間違いなくピカクロスさんが、インポスターです。これは。私はエレクトリカル入った時に、上のタスク終わらせて出ようかなと思ったら、上からクロムさんが出てきたかな、タイミング的に。よくそんな嘘を陰茎シャーシャーと言えますね、ピカさん。いやギアスの人に言われたくないかな。ブルーシビスのブリタニアが命じる。死ね。こっけぇこっけぇめちゃくちゃかっけぇんだけど暴言ですよ。いや確かに暴言ですよ。あ面白い。暴言ですよ。今めちゃくちゃ画面がバグってます。押したんですけど、めちゃめちゃ画面がバグっててます。はい。はい、誰も死んでなくて、クロムさんが押せてます。はい。はい。はい。じゃあ、スキップで。はい。ちょうど、
ちょうどなんかスマホが、は見えてるんですけど、スキップの部分だけ隠されちゃって押せないんですよね、俺、スキップが。大丈夫です。つないでいただければ。ああ、いや、別にいいや、俺、高田さんに入れよう。入れられないんで、誰も高田さんに入れないければ死なないんで、別に。どんな入り方だ。ナビゲーション。ルルーシュ。絶対出んな、あの声でも。ルルーシュ、ビープリタリカが、ねえする。黒か、黒。生きろ絶対出んわ。出る声とさ、出ん声、わかるんですよ、ね。なんかいろいろモノマネしてると。絶対出ねえな、あの声は。逃走中は頑張れば出そうだな。されそうな気がする。今回避できたんじゃないの？これソニックさんなんじゃないの？相方。んしゅ。はい、最終位置だけ先教えてもらいたいです。あ、俺はセキュリティです。今シールドの上かシールド入ったぐらい。竹尾十字路。私はパンエンジン O2 です。竹尾さん十字路じゃなくない？十字路ですよ。アドミンのトの字じゃない？いや、十字路ですよ。本当に誰か見てるはず。2人出てきたから。そもそもセキュリティついてませんでした？ついてた。さあ、マジ？ストレージ。スパイさん。あ？真相をちょっと教えてください。ああ、エレクトリカルの中。はい、じゃあ、います。ゾリキさんがセキュリティの弁当から出てます。いやー、やっぱ、キル回避できてたか。殺気を感じて逃げたんだけど、合ってた。ああ、じゃあ、あれ、弁当移動だったのか。直前でね、ロアエンジンで上から降りてエレクトリカルホームに向かうゲンさんの生きてるゲンさんを見てるので。いやーマジか。いやちょっと待って、これ高田さんとクロムさんの二郎だと思っていて、クロムさんがピカクロスさんのお弁当、多分あれクロムさんが黒で、だから高田さんとクロムさんがローローなんで、どうしたらいいの？じゃあ私やったらまずいっす、ね、いや全員ボタン押しで、うん、います。そうですね、ちょっと頑張ってください。ちょっとボタンを押せないので。好きな将棋の囲いを教えてください。銀冠無理。銀冠は強えな。やったー、ジリジー。最後一番元気な声でしたね。ドネキさんごめん、サボタージュちょっと失敗しちゃいました。申し訳ない。いやいやいや、です。いや、なんかメドベー行こうと思ったら、どなたかいて、うん、竹尾さんだと思うよ、多分。あ、竹尾さんですね、そうですね。いやちょっとね、なかなかうまくキルができんかったな。弁当見られてるとはね。うん、しょうがないですね。これ、まあ、エレクトリカル入る直前に僕、ゲンですって言いながら入ったら、ゲンさん死んでた。第二のゲンが。ゲンなんですけど、すいません、泣きのもう一回お願いして。あ、いいですね。やりましょう。ぜひぜひぜひ。今日喋ったゲンさんが言うならね。ゲンじゃなくても多分思われてると思うんで、皆さん。ちょっと、お願いします。可能ならね。ね。ゲンが長いからどうでもいいんです。そうしてもいい。あ、いいですね。ゲンが長いからどうでもいいんだよ。みんなにお見送りの、お見送りのね。あ、刀持ってない。あ、え？じゃあみんなで刀つけます？持ってない。あれ？え、瀬戸さん、10月のやつあるんじゃないですか？そう、10月のやつで、一番上にから見ればありますよ。あれ、ゲンさんがないところ。ゲンさんが頭についてる。ハロウィンのところ逆に同じ列にありますよ。ついてるものだと思ってました。あれ、なんか、10月の日付にしたらできるみたいで、僕、始めたのが11月ぐらいだったんですけど、なんか、日付変えたらできましたね。上から4番目にありますよ。上から4番目の右から2番目ですよ。うんうんうん、もしクリスマス、ハロウィンどっちもやってるんだったら。はい。ハロウィンがないから。セタさん、その時期やってませんでしたっけ？わかんない。
じゃあ、あの、先端さん以外みんな刀好き。刀好き。あれ、クロムさんだけ裸だな。もう一回つけてもらっていいですか。はい。送別会みたいになってて。話が。昨日送別会の歌ちょっと違う一人いる印刷の先生みたいな一人いる一人印刷の先生